誰に言われたか忘れたんだけど、ゆりちゃんかな、か前の人か忘れたんだけど、あのね、あんまり化粧をお化粧しても変わんないねって言われるちょっと目は変わるけどね、やっぱあんま変わんないっぽい。他ので、私もね、あんま変わんないようにしてるかもしれない、意識的に。鉄メイクは、私これ鉄メイクを今日はあの野球の日ということで、以前あの野球場へ行こうをね、ジョンマイラブの皆さんがね、こう踊ったりして YouTube に載ってましたけど、あのね、オールスターが、まあ、2022年は愛媛のボッチャスタジアムであったんですよ。それを、それのね、その閉会式みたいな、まあ分かりやすく言うと閉会して式的なやつに、参加させていただいて、そうで劇場へ行こうを踊って歌ってってやりましたね。そうけど、これはね、なんか抽選で当たった方のみが入れるイベントだったので、お子さんとかが結構いたかなって感じだけど、そう、それに出るために本当に時間がなかったの今日。だから今日なんかこう丸い目に見える、本当になんかもう終わって15分ぐらいで支度して出るみたいな出発って感じだったから、まあとりあえず 鉄のメイク落とせばなんとかなるでしょと思って、もう赤い周りにね、本当は赤いラインを引いてるんだけど、ラインとかこうチークでバーってやったりしてるんだけど、それをバーって撮ってって感じですかね。そうだから赤は撮った感じ、赤は撮っただけかな割とって感じかもしれない。よし、少しだけドライブやれるぞ。そう、カジさんが多分ね、始まる前のやつで、本日は野球の日だということですがって言ってると思うんだけど、いや、あとね、私ね、よく言われるのが、よく言われるのがね、あのね、この前のソメイ公園でお初にお目にかかりました、ありがとうございます。ちょっと鉄メイクしてるからこう、もうバッチバチですけど目が、申し訳ございません。これはしょ、パッパーパッパッパーパッパ、いや、いつもはメイク落としてくるんだけど、今日イベントがあって落とす時間がなかったから、なんでもういいやと思って。感じですね。
よし、劇場に貼り寄せるバレンタインカードはハッチたちと一緒に書いたの？書いてないです。一人で書いた。全然全然一人で書いたね。ジョンマイラブ2時と時間間違って行ったら終わってた。あららららら、明日が2時ですね。させん、お知らせがうまくできずにすいません。すごいね、夢見るみんなが到着するのが、マジやっぱ相思相愛なんで申し訳ないけど、申し訳ねえ、相思相愛なんだよねやっぱり。おもろ、いやいや、友チョコと言ったらもう2人しかないでしょと思って。2人綺麗なお声、ほっぺプリプリの顔で嬉しい。あー、私ほっぺなんか本当にこういうところに、あの骨格ナチュラルって言って結構骨がこうやって見えやすいのね。手とかも、鎖骨とか足とか、そう、骨格ナチュラルっていう、まあ日本人にはあんまりいないんだけど、海外もうモデルさんとかにも結構多いんだけど、骨格ナチュラルっていうね、ちょっと骨がめちゃめちゃこう見えやすい感じなんですけど、なんだけどほっぺたにめちゃめちゃこうお肉がプニプニついてて、ここだけプニプニですね。だからよくこうやってされる。コードか。コードかされる。コードか。なんかここの、ここの、このプニュプニュが邪魔して。邪魔してね、こう喋るときにここの内側のお肉が邪魔するんですよ。誰に？友達に。そう、男の子同士やんないと思うけど、女の子結構こうかわちいねーってやるんだよ。
こうやってされますもんね。親しくなれば親しくなるほど。乾燥してる。え、めっちゃ乾燥してます。めっちゃ乾燥してる。そうだからさ、こう笑ったらここがめっちゃつっかえるのよ。ちっちゃい頃から。あれとイクボが出てた方がいい。イクボって作れるんだよ。なんか担任の先生がさ、国語の先生、担任じゃないよ、国語の先生が休み時間にずっとこうやってんの、こうやってって。先生何やってんすかってみんなから言われて、あーこれイクボを作ってるんだって言ってこうやって毎日やってたんだけど、徐々に徐々にここにこっち側ないここのエクボなんかさ、ここにエクボできたりするじゃんか。うんうんこっちの方作れるの。で押してみて、結構ね手で改造できるんですよ顔はなんか目涙袋もう友達がね、涙袋欲しくてずっとこうやってこう涙袋をマッサージとかずっと癖でこうやってやってたら、ここにめちゃめちゃ涙袋できたみたいな。おもろい先生、いやマジ癖強い先生しかいなかったんだよね。面白いよね男子。そうそうそう、男性のちょっと大柄なちょっとマイペースの、まあそうだけどねみたいな。男性でイクボやる人いるよ。私えげつないほどこうえぐれてるんかってぐらいめちゃめちゃエクボ深い同級生いたな。いや手で改造できるんですよ、手努力すれば。世界一かわいい、ありがとう、ありがとう。気になる男子からホップ揃えるのありなし。私はありですね。最近太ってくるエクボない。あ、太ったらエクボなってなくなるの。不思議だね。気になる男子からされるっていうのも青春の1ページやん。そんなんもう好きな子にしかせんのよみたいな。こうやってでしょ。私お兄ちゃんかお姉ちゃんが欲しかったんです。だから年上のこう好きとかラブとかじゃなく普通に人間的に考えるとこうお姉ちゃんお兄ちゃん世代の可愛がってくれる人がすごく好きですね。はい。だから舞台の人がもうほぼほぼ年上だから本当に可愛がっていただいてありがとうございます。あと私長女なんですよ全てにおいて兄弟もだし
パパもママも、パパの方もママの方ものいとこも、いとこも全部一番上なんですよ。そうだから、こう年上の人がいるとつい甘えちゃいますね。そうそう、だからお兄ちゃんお姉ちゃん世代っていうか、なんて言うんだろう、もう私より年上の人で私のことを可愛がってくれる人がいたらもう嬉しくて飛んでいきますね。はい、そう、かえさんとか本当に可愛がっていただいて、逆に年が近いと同級生みたいな空気感になるから、それもそれ楽しいですけどね。しーちゃんとか、ミスは懐に入るのがうまいってよく聞きますよ。誰情報それ誰情報やねん。いやでも人間と人間対人、私は人間だ、人間なんかこう対人間人と話すのが好きなので、結構それもあるかもしれない。自分から甘えるのは苦手じゃない、年上の人にはいけるんですよね。こう甘えてもいいっていうスタンスがあるじゃないですか。わかります。こう年上年下っていう、そう、こう上下関係があったら全然大丈夫。で同い年とかだと、同い年とかだとこう私もなんか4月3日生まれって感じですぐね年上になっちゃうんで、しっかりしなきゃって思って友達、もう友達感覚のラインですね、同い年ぐらいは。前にハルピョンもミスターは先輩とかに行くのがうまいから羨ましいって言ってた。本当ですか、ありがとうございます。もう勢いですね、ノリと勢い。いやでも私中野郁美さんで結構そうなれた気がする。でも中野さんいなかったらね、私こんなコミュ力が高まってないと思うんですけど、中野さんっていじっていい先輩なんですよ。そういじって喜んでくれる先輩だったから、そのいじってこの人大丈夫だって思ったらゴリッゴリに生きる、いきますね。そう、あと中野くんさんを通して先輩をいじれるようになりましたね、だいぶ。いじっていい先輩いじっていい先輩いじっていい初期面ですね、中野郁美さんは。今でも仲いいですからね、ほんと会いたいな郁美。私最近会ってないんですよ、割と偶然渋谷で遭遇してそのままご飯に一緒に行ったりとかはしましたけど、そうなんか美味しい定食屋さんあるんだよねみたいな、ゆきりんにゴリゴリに行ったってエピソードなかった。ゆきりんさんは本当に優しいから何してもいいいい意味で。この前、イクミがインスタライブするとき、ミサと連絡することを聞いてみたら、よく忘れると言ってます。そう。食べなく接してくれる後輩って可愛がりとかなんか最高で、本当ですか？ありがとうございます。よかったよかった。あ、よかったよかった。はい。先輩と仲良くなりたかったら、
I'm so sorry。 アイスに湯かきしてネットニュースになったことあったね。びっくりしましたよ。なおちゃんもいじってた。なおちゃんもいじったね。いじってる、いじるっていうかな、ボケてた。ボケって割とボケますね。いじるというより。ごめんなさい、あのね、あれだ、あの充電がなくなったから今このスマホに変えました。しっかり相手に興味を持って接するから相手も打ち解けられると思う。すごい分析された。相手は敬語じゃなく握手会とかでタメ口だと嬉しいお兄様方が多いはず。ソーリー、切り替え早いね。あ、でもちゃんと接するときはちゃんとする。こう真面目な会議で「なんとかさん、なんなんすか？」とかいう子入ったらめちゃめちゃムカつくじゃん。そうだからちゃんと意見を出すときは真剣に考えてちゃんと意見を出すし、先輩に対しても全然意見出しちゃう人とか人なんだけど、いじったらダメそうな人だなって分かる。え、分かる。話し方とか表情とかで、とか他の人が他の人と話してる感じで大体分かる。割と相手からどう見られるかばかり気にしてもいい人もいるから。いや、そうなのよ。愛媛から成田空港なう。あら、ありがとうございました。お疲れ様です。私も後輩に、先輩に甘えまくってます。それと焼肉おごってもらったり、お隣の佐賀県連れて行ってもらったり。いいね。でも私も結構ね、実は会話術をめちゃめちゃ、会話術をめちゃめちゃいろんな研究をしましたね。実はそう、ま、あのもともと多分両親が陽キャなんです。俗に言う、俗に言う陽キャみたいな感じなんで、まあ、親の血が結構はあると思うんだけど、結構人とちっちゃい頃から人と話すのはこうすごい、人と話すっていうか人と仲良くなるのが得意だったんだけど、なんて言うんだろうな、でも人見知りを、最初の方は人見知りをしてた、しちゃったんですよ、ちっちゃい頃。まあ、人見知りが悪いっていうわけではないんだけど、私はそれが嫌で、こうなんか、なんて言うんだろう、例えば気になる、こう可愛いなって思ってる、友達になりたいなって思ってる先輩とか友達とかって いるじゃないですか、学校とかで、学校の一学期とか。でもなかなか話しかけに行けなくて、小学校小1ぐらいまで割とまあまあまあ最近ですけど、まあでも幼稚園の時も割と話してたかな、友達と。いろんなこと仲良かったイメージだから。そうけど固定されてたの、なんかもう親友と親友と私3人チームイエーみたいな感じだったから、小学校に上がってやっぱさらに人数が増えるからさ、話しかけようにも話しかけ、どう話しかけたらいいんだろうって思ってたんだけど、そう、それがもう結構小学校ぐらいまでになると、自分も勝手にそういう親からの遺伝ですね、多分。私と仲良くなるのは得意だったんだけど、やっぱなんかさ、すごいキラキラした人とかさ、この人と仲良くなりたいなって思えば思うほどさ、うわー、どう話しかけるべきなんだろうって考えちゃうじゃないですか、割と。それの時間が意外と無駄じゃないって思う機会があって、どっかで。そうだから積極的に話しかけに行くようにしてた、いろんな人に。初対面の人とどんな会話から始める？初対面の人？
なんかどこに住んでるんですかとか、どこに住んでるんですか、え、今一人暮らし的な、あ、実家なんですねとか、あ、じゃあ出身どこですかとかも広げられるし、母親が明るい家庭っていうね、あ、明るいですね、まさとしさん、ハートありがとうございます。だったり、あの、私、うん、なんて言うんだろう、こう、本当に中学生ぐらいの、中1ぐらいの頃から人とこう気まずくなるのが嫌なんですよ、話してて。だから自分がこう質問の系統を変えたり、相手が話しやすい話題にしたら結構相手も相手側から話してくれるじゃないですか。だからそれで結構ね、転校生ちゃんにゴリッゴリに話しかけに行く女の子ですよね。ヤッホーとかって、あ、でもあだ名つけてた私。そう、結構あだ名つけるかもしれない。私も気になる子には得意の話術で落とすと頑張って、もうつい本音が漏れてしまうんです。気まずくなるそう、気まずくなるのが嫌だから。ヨンミンさん、バラありがとうございます。なんかさ、会話がうまくいっても気まずくなる瞬間で一気にガーンって下がるじゃんか。あ、え、気まずってなるやんか。そのあれが嫌だから。外国人にもいける人、あ、いけるいける、街中の外国人、いや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 、 Do you happy? みたいな、 I happy? とか言って、全然話せないけどね、英語なんて。そう、割とあだ名つけるかもしれない、今思った。転校生に勝手にあだ名つける。だから小学校の時にね、でも名前あれだな、でも銭湯でペルー人の人がいたから片言のスペイン語で頑張った。うわ、最高やん、楽しいよね。あだ名つけるの上手な子いるよね、勝手に。なんか小学校の頃に相良っていう名前の人がいて、転校生で、でみんなは下の名前で結構呼んでたりしたんだけど、そう、だから相良なら、じゃあサガラッチでいいじゃんって言って、イエーイサガラッチって、あの朝ね、うざったるく話しかけに行ってましたけど、そう、ウィーサガラッチおはようって。そうで、その子が結構あんまり学校にいっぱい来たくはないって子だったの。なんかちょっと内気な性格で、学校にあんまりこう来たいって思えない帰ったみたいな。だからこう保健室登校とかもしてたんですよ、その子が。だけど保健室に行ってさ、誰も来なかったりさしたらさ、え、あの時のフレンドリーさはあの時だけだったのってなるし、私も私でこうクラスに早く戻ってきてほしいしっていうので、毎日給食届けに行ってた、保健室に。そう、勝手に、まあ先生に言うんだけどね、もちろん先生に、誰か
誰か相良さんの給食持って行ってくれる人いますか。いやでもそういうの結構私のね学年が結構そういうのやってて、積極的にだからこう保健室に誰々さんの給食届けに行きたい行ってくれる方いますかって言ったら手空いてるみんながはーいって言って言う子たちだったんですよ周りも。そうそういう環境で育ったからそれが普通一般というかなんだけど、そうそれが結構一般なの。あとね女子、私だけじゃなくて女子数人で行ってたね、みんなでみんなで、あ、今日サガラッチ保健室に来とるらしいよって言ってちょっと会いに行こうぜって言って会いに、給食持って会いに行って、で、給食置いて自分の給食食べないといけないから一回クラスに帰るんだけど昼休みにまた押しかけるっていうね、うるさいみんな、うるさい人たちでイエーサガラッチみたいな押しかけてましたね。けどそのサガラッチ今ではもうめちゃ陽キャ、めちゃウィーって言うんですよ。ウィーほよーみっさーみたいな。いやいや考えられないです今では。すごくなんかちょっとかったるそうだったから学校に来るの。それなりさんハートありがとうございます。いや本当に私たち染められたんですかね。いやマジでウィーミッサーオフユーウィーイエーイみたいな。そうでも今でもめちゃめちゃ仲のいい友達です。いいでしょいい話本当に。そう先生も先生でねこう自分先生が結構届けに行ったりするじゃないですか給食とか。そうけど先生はあえて多分生徒に届けさせてちょっとでもって思ったんだと思うんだけど、それもそれですねやっぱりいい考えだったなと今は思いますけど。ミサのたとえの陽キャみんな同じだよ。たとえ陽キャ、いや私ほんと似た者同士がみんな集まってるんですよこの同じ学年に地元の。だからみんななんかウィーミッサーみたいな感じイエーミッサー久しぶりーみたいな、そんな感じ。面白いでしょ、みんなに合わせたいもん学年。これが私の友達です、アナザースカイみたいな言うけどこれが私の友達ですって言ってみんななんかこうしてると思う後ろで。そうでみんな優しいしまずいじめとかが一切なくて、そうだからいじめってさ本当に存在するのかなって思うぐらいだった。同じクラスになりたかった。やっぱね全国的には存在するんだろうと、まだね存在してるんだろうと思いますけど私のところでは存在すら鱗片もなくて、だからなんかいじめアンケートとかあるじゃないですか。あれこれこれこれかかうんこれやる意味あると思ってたずっと。うん。臨編片鱗最高のクル最高の学年そう4クラスぐらいあったけどみんな仲良かったね。そうだから今でもこんなにね
仲いいんだと思うし、ニッシャって揉め事あったら先に止めるタイプだと思う。いや私揉め事めんどくさいんですよ。あのうるさいとかじゃなくて、いや本当に揉め事心にくるから嫌だとかじゃなくて、ほんただ単にめんどくさくて、揉め事が。そう、だから止めますね。止めるっていうか、あなんかクラスの休み時間にクラスをこうブワーって走り回る男子とかがめちゃめちゃ苦手だったから、一回力ずくで止めたことありますね。そう、なんか自習の時間に2人ぐらいが超走り回っててブワーって、でなんか私の横のこの端っこをこう四角形にこう走り回ってたのね。だからあれうっせえなーと思ってみんなちゃんと集中してやってんのに、本当にもうドタバタ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 なって、ちょっとイライラしてさすがにでバーンって止めて、でちょうど先生が来て、お前たち何やってるみたいな。だから母怒られろと思ってましたね。九州の人よね、人柄じゃない、九州魂みたいな。確かにでもね、九州とか関西とかこう西の人と東の人の女の人って違うよねって本当に思う。に西の人結構ね、結構ねって、西の人結構あのね根性ありますもんね。けど東の女性はこうおしとやかっていうか、全体的に、これは私の意見ですけど、私のあのあれですけど、いやでも言葉もあるよね、絶対言葉もあるけど、クラスでは男子より女子の方が強かった、女子の方が強かった。いやでも女子の圧はあったかもしれないですね。だ九州男児っていうのも結構あるんですけど、九州男児は結構ね、やっぱり東の男性と西の男性も結構違いますけど、九州の人はなんかこう、なんて言うんだろうね、先生の学級経営が素敵なので優しいクラスなんですね。いや先生、でも先生毎年変わるじゃないですか。そう、繰り上がりタイプじゃなかったんで、あ、まあ、中学校は繰り上がりだったかな。けどあの先生、担任はその繰り上がった先生の中でまた変わるみたいな。そうそうそう、小学校高学年あたり特に女子強くない確かにね、小学校高学年あたり女子強いですね。いました、いました。そうそうそう、九州男児はですね、なんて言うんだろうな、こう例えると、今何時、例える、あ53分か、例えると東の男性の、私の勝手なイメージだよ、東側の男性はなんかこうさらりとレディーファーストみたいなわかりますか、さらりとレディーファーストみたいな、なんかこうどうぞみたいな感じのイメージなの、私の中で。でさ、西側の男性ってさ、ウィーみたいな結構ウェイウェイ系多いよね。イエスみたいな、あレディーファーストするけど、なんかこうレディーファーストをする俺っていうのがちょっと恥ずかしいから、ちょっとウィーって言っちゃうみたいなって人結構多いね。その多さ少ないっていうので言ったら多分結
構恥ずかしい、シャイな人が多いかも、割と。なんて言うんだろう、この紙エプロンとかあるじゃないですか。私紙エプロン九州でつけてる人あんま見たことないんだ。九州男児とかもね、なんかみんなクラスみんなでなんか食べに行ったりとか、友達と行こうみたいな時に紙エプロンをこうつける、俺恥ずかしい、ちょっとってなって、紙エプロンなんかいらんやんとか言ってつけんわみたいな人結構いると思うよ。ちょ、わかんない、あの私の、いや本当にそんな感じですね。紙エプロンなんてちょっとダセーわみたいなっていう人が割といるかもしれない。まあそういう人ばっかりじゃないと思いますよ。そういや、あのね、汚れ防止とかより、あの紙エプロンを律儀につけてる俺が恥ずかしいの。恥ずかしい人が割といますね。これはガチで偏見じゃなくて、その九州出身の友達も同じこと言ってた。なんか私、蛙化現象っていうのが最近あるじゃないですか。蛙化現象の動画でも言ってた、このきり丸ちゃんっていうあの大分出身の女の子がいて、その子もめちゃめちゃ同じこと言ってて、結構シャイな人は多いかもしれない。めちゃめちゃわかります。え、でしょ、なんかね、やっぱ思考が違うんだろうね。紙エプロンを、紙エプロンをこうやってちゃんとつけてる俺をイメージしちゃって、ちょっとダサい、ダサくれ紙エプロン、いややっぱいらんわみたいな感じのタイプが割と多いかなと思うんですけど、やっぱりこう東京の人とかは割とこうちゃんと紙エプロンつけて、洋服が汚れてる俺が嫌だっていうのが、どっちかというとこうクレッシャーじゃない、こういうやつね、なんじゃないかなって思うんだけど。焼肉のタレなんて服に飛ばしとくやろみたいな、無料やなし飛ばしとけやろ、まあそういう超大げさに言えばそういう感じ。ゆうえさん、チョコかけバラありがとうございます。シャシさん、ティーカップありがとうございます。周囲が冷やかす環境だと想像すると思う。九州はね、割とえなんとかやんみたいな、なんとかしようとみたいな、あそう、男らしくないの嫌だっていうのが九州男児の人多いかもしれない。割となんかこう、なんて言うんだろう、こうもう今の時代男らしい女らしいとかないんだけど、やっぱりなんかあるみたいであるみたいでそう、なんかそのなんかさ、漢字の漢って書いて男って書くじゃない、あるじゃないですか、あのイメージ。九州の男性は漢字人も漢字の漢で男のイメージ。東京とかの男性はこの男性って感じ、そう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 、漢字かな、超わかりやすいイメージで言うと。そんな感じ。父上はいかが、父上でも根っからの九州男ですよ、本当に根っからの九州男児。漫画かよ結構見えっぱり、あ確かにね、あるかもしれない。九州の方言男子は口調的にまず男らしくてかっこいい感はすごい。九州男児頑固なの、あ頑固は多いかも、割と割と多いかもしれない。頑固っていうか、なんて言うんだろう、頑固では、うん、
かんないな。けどなんかイメージで言うとファイヤーみたいな感じ。そうそうそう、そんな感じ。こう太陽と火が、ま、後ろにいる感じ太陽と火が後ろにいる感じ。けどなんか東京の人はこう月って感じ。わかる、わかるかな、わかんないかな。多分九州出身の人とかやったらね、うわマジでそう、九州を経てこう東側に来ましたみたいな人は割とうわわかるってなると思うんだけど、山笠みたいな、あ、そうそんな感じ。店員さんにおろついちゃう感じ。おろつきはしないね、逆にそう店員さんと仲良くなっちゃう感じかな、どっちかというと。メイク男子とかどう思ってるの？え、メイクしてる男なんかなんていっぱいいますよ。情に熱い、あ、九州情に熱いですね、割と。本当にメイクしてる人なんていっぱいいるし、素敵だなって思うし、私男性がネイルしてるのも素敵だなって思う。なんか素敵でいうか、なんかおしゃれって思う。うん、うわおしゃれって思う。この前もここにさ白ライン引いた男性がいて、こう横下と上に、いやガチでおしゃれだった。なんか、ね、感性が私おしゃれだなって思う派ですね。そう、めちゃめちゃ思う。てか普通にね、男性もメイクする時代だから何とも思わないですね、別に。そう、お祭りとか体育祭とかイベントになるとかなりさ熱注ぎそう。あ、もう割とだから、なんかその高校でさ、高校とか文化祭でさ、割となんかこの高めツインテールイエーイみたいな高校生とかいるじゃないですか。そう、高めツインテールティアラリボンイエーイみたいな、そんなんじゃないよ。高めツインテールとかにはするけど、競技には全力でやっちゃうぜみたいなねでも九州男児に言うこと聞かせるお母さんお父さん、お母さんと奥さん、彼女さんもと強い。でも割とね、多分お母さんからこう来てるんじゃないかなって思うんだよね。お母さん、西の方のお母さんってゴリッゴリに強いイメージなのよ。そう、じゃあ強い人多いね、芯がこうなんて言うんだろう、強い人多いそうだから、てか言ってこうやんちゃな子が多いのか分かんないけど、強く言わないと聞かないっていうね感じなんですよ。そう、置いてくよって、もう置いてっけんねって。そうそう、そうだったから、それで育ってるからだと思うんだよね、多分。やっぱりループしていくんだわ、時代というのは男も女も強いですね。確かに気が強い友達多いし、私も気が強いね。気めっちゃ強いっていうわけで、私さ自分のことあんま分かってないんだよね。うん、お母無敵なイメージ。いや分かる、気強いねんね。そうなんや。お母さん怖いですか？怖くないです。怖くないかもしれないけどね、怖くはない。優しいですね。でもなんかその表上の優しさじゃない感じ。はい、九州のお母さん強い。
ヒュージのお母さん姉妹みたい、姉妹みたいな友達のお母さんとか結構姉妹みたいな人結構多いね。うん、って思います。気は強いですね、多分。まあそんなもんですよ。気強い周りの人見てきたらそうなるよねっていう、こうあれの年の取り方してる気がする。まあそれでいいんだけどね。やってらんないよ、気強くないと。さあメイク落とそうかな。メイク落とし症状なんて初めて。私さ、宇多田と吉田にいつもさ、いやそんな吹き方してよく肌荒れないよねって毎回言われるんだけど、メンタル、いやメンタルは強い。てか私大抵怒られてもしょんぼりしないのはマジでパパのおかげだと思ってる。パパがえげつなく怖くて怒った時はね。で九州のパパもマジで怖い。みんな怖いんだよね。友達のお父さんとかでも怒ったらバリ怖い人いっぱいいるもんけど、普段とその自分の子供の友達には激甘、ゲロ甘。自分の子供にもゲロ甘だけどね、みんな甘々だけど怖いみたいな。割と愛が強いですね、結構。最近子供がしたいことはもう何でもしちゃえばいいみたいな人が結構、友達のお父さんとかにも多いね。子供がしたいって言ったことは何でもできるようにしちゃえばいいみたいなね。深く出身のお父さんだけど自分が小さい頃本当かと、え、マジ怖いね、わかる、マジ怖い、マジ怖いね。怖いけどマジで甘いですね。はい、自分で言うのもなんですけど、クリス、みーちゃんクリスマスプレゼント何が欲しいとって言われる。はい、クリスマスプレゼント全然もらっちゃう。中学のドリルやらないで逃げただけで激怒された。多分ね、数学ドリルやらないで、やるべきことをやらないで逃げたっていう部分に怒るよね。怒らない。まあでも意外と、まあ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 、そがんこともあるたいっつって。っていう。あ、女性の皆さん、驚かないでください。私、こうやって、ゴリゴリやっちゃう。いや、でも本当に、数学ができる、できないの問題じゃない。そう、本当にそう。だからなんか、なんでした、なんかやらないかんことはやらないかんやろうがっていうね。っていうね。多分、カレンちゃんのお父さん、カレンちゃんとかも共感してくれるんじゃないかな。本当に、九州のお父さんは怖かばーいって。うん。けど、九州のお父さんに私共通してると思うんだけど、マジで怖いけどマジで子供好きだし、マジで愛が溢れてる。そうだし、なぜか自分の友達と友達みたいな。てけん、あれですね、宮崎さんとかもうちのパパをあだ名呼びしてますし、私も宮崎さんのご両親をあだ名で呼んでますね。そう、ゴシゴシ、そう、できるできんじゃなくて逃げるっていうのがダメです。肌弱い芸人だから日焼け止めもしてオイルで落としてるのに羨ま、逆に私
ちまかりんちゃんの語る父親像がそんな感じだったな。ああそうなんだ。逆にちょっとあのすいませんね、濃ゆい舞台用の黒いアイライナー使ってるから超もう黒くなるかもしれんけど、やっぱりね割とそういう感じ、怒り方的にはちゃんとやらなきゃいけないでしょじゃなくて、なんで逃げたとやっていう、そっちですね、人としてって感じ。こうどっちかというとお前人としてどうかと思うぞそれみたいなね。でも最近は本当にあの超乾燥するんですよ私肌が。そうマッシュルームから向き合うの素敵ですね。本当ですよね。モデさんとの美容室シェイカっていうところにいつも行ってます。マスカラアイライナーが目に入らない、目に中に入んないのよあれ、不思議でしょ。であとは私こうメイクが残ってたりすると肌が荒れるんです逆に。ちなみにチャリで30分逃げた後家帰ったら温かいコンポート出してくれた。君東の人間でしょ、そんなことしてたらもう外に出されるばい。お前一旦反省するために外で溶けて言われるよこれマジで。友達もみんな共通、割と友達のエピソードを聞くうちもいやマジ昨日何とかしてさ外に締め出されたってみたいな。当たり前ですよ当たり前ですよ。けどやっぱり子供が心配だから本当になんか10分ぐらいでこうどうや反省したやって見に来るんだけど様子を。そうそう心配だからちょっと見に来るんだけどね。で私だから超嫌で、それがその嫌でっていうかなんか反省するもんかと思って一回反省するもんかと思って逃亡しましたね。はい、逃亡した。近所の周りを歩いてた、ずっと家の周りをずっとくる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 してた、鬼ごっこしてました。そう本当に怒ったんでしょうね私的に。そう一回だけ本当に逃亡して、逃亡っていうかなんかなんて言うんだろう、なんかさなんか外に出すみたいな。でも私なりに理由があったんでしょうね、マジで覚えてないんだけど。でもうなんかくそーやられてばっかでたまるかと思ってその辺で隠れてたら心配するやんか、心配するんかと思って締め締めってなってで逃亡しましたね。そしたら超バカでかい声で探されたから家に一旦戻った。やられてばっかりたまるかと思ったね確かにそうそんなんね、怒られてばっかりたまるか。小学校の頃幼稚園じゃない、幼稚園だよ多分、まだ福岡にいた頃だから
絶対小3までの間なんだよね確か。小1とか小2じゃないかな、そう、わかんない、全然。小2はもう悠々と過ごしてた気がするからな。いつだろう、わかんないけど。頑固なのかな、頑固もあるんだけど、多分自分が思ってることをちゃんとまつげ、あね、これ私こう挟んでこうやって横にこうスライドしてるんです。この髪の毛をこうやってこうやってやってる感じじゃないとね、取れないの。あのマスカラ下地をつけてるから。そう、こうやって目元は丁寧に起こしてました。そう、本当にてっちゃんみたいな子でしたね、ちっちゃい頃は。はい、でもおとなしく育てやすい子ではあったんじゃないんでしょうか、わかんないですけど。まあ、おばあちゃんからおてんばって言われてた気がするんだよね。そう、シンクロ選手ばりのメイクですけど、大変、いや大変ですよ。うん、はい、絵に描いたような女の子でしたね。絵に描いたようなおてんばな子でしたね。虫追いかけて、虫捕まえて、ペッ、苦で、テレビを見るよりも友達と走り回るのが好きなので、近所アパートがめっちゃ仲良かったんですよ。この近所の一角じゃない、ご近所さんが。だけどみんなこう、みんななんかね、遊ぼうぜって感じだったから、夜もうほんと暗くなるぐらいまで遊んで、でそれぞれママお母さんとかがご飯よって言いに来るのよ、みんな。で鉢合わせ、あーなんとかさん、うちもご飯よみたいな。そうで、はーいって言って帰って、ご飯食べて、お風呂入って、ちょっとテレビ見て、割と夜まで起きて寝るみたいなね。はい、だから小学校とかもそんな感じでしたね。木のなんだろう、よく壁よじ登ってました。フェンス登ったり、崖から飛び降りたり、崖っていうかその超高台から飛び降りたり、地域っていうかその辺一帯の人みんな集めて、アパート結構広いんですよ。アパートというか、なんか一軒家が立ち並ぶ、その一世帯一世帯がこう縦に縦の住宅で、それがバーってこう囲ってるような住宅みたいな感じだったんだけど、そこ一帯を使って、軽泥みたいな、軽泥ってわかるかな、軽泥とかったり、電鬼、電付きっていう、まあ電鬼ですかね、をやってたり、
学校の階段から飛び降りた人、あ、ね、何段行けるかとかやりますよね。けど私そこで足をくじいて病院送りになったらバカだと思ってたので、それだって、それだってさ、え、遊びでさ、こうピョーンとかやってグイって言ってさ、あー体育できないの方が嫌だったの私。だから手すりを使って、いやこれいけるっしょみたいなとこまで上がってっていうね、やっちゃいましたけど、あーやばい。普通にでも黒歴史、シンプルに本当ね、手間がかかってますね。手間、でも本当にこう地域一体で育てられたって感じ。親もそうですけど、顔、顔は怪我してない。頭かな、頭は怪我した。頭はね、幼稚園の時に廊下走り回ってたらつるって言ってガーンって言ったの超自業自得で、頭かち割って、で頭かち割ってってやってましたね。はい、あーやりました。グーリー行こうとかね、しよごれ糸とか、よし、もう一枚いくかな。悪行、ああ、ん、あ、何、悪いこと、悪いことあんましない子でしたね。 なぜならば悪いことをしたらパパが怖いから。でもパパが怖かったおかげで、ちょっとやそっと怒鳴られても怖くないっていう力が身につきました。だからそう、たまにこの AKB とかでもこう先生になんかちょっと言われて泣いてるような子とか見ると、まだまだだな、頑張れよって思う。マジでだからありがたかい、ありがたいですね。うん、いやパパよりマシだなって思う。世の中の、世の中のブチギレてる人でパパより怖い人マジ見たことないパパが鬼怖いっていうわけでもないんだけど、ま、怖いんだけどね。いやマジで九州の親舐めたらいかん、マジで。けど私に怒るっていうことはほんとちょいちょいしかなくて、全部弟ですね。弟がちょっとやんちゃなのでだいぶやんちゃですね、弟さん。うちの谷田くん結構やんちゃで、で やらかして怒られるっていうで、はいはいとか言うんだけど、またなんか、またなんかやらかすみたいなね。パパよりマシ。ライブで2階に来た時、階段一段飛ばしで降りててびっくりした。嘘、私一段飛ばしと一段飛ばしが正常なんだよね。せっかちだから、せっかちなの。見た目は将来旦那さんがお父さんの優しいのと大好き。いやでもね、子供に基本甘いの。そうだから、よほどやばい人じゃないと、やばい人じゃなかったら多分大丈夫。なんかなんか美咲さんと付き合ってますみたいな感じのやつだったらもうぶっ飛ばされますね。はい本当にぶっ飛ばされますよ。気をつけてください、将来の旦那さん。マジで
引っ越し期泣くと思います。まあ私がそんな人選ばないんだけどね、まず。え、俺っすか。選ばない。安心してみんな、選ばないです。ちゃんとこうまず礼儀がなってる、礼儀がないなってないとぶっ飛ばされる。うちの子は何ないことを全部しなければならないはず、それとも礼儀を教える、言って、どういうこと。キックボードでご挨拶行ったら頭かち割れる。キックボード、飲む前飲む前。いやでもね、正味礼儀がなってて面白ければ大丈夫だと思うんだよね。そうだから、ちゃんと礼儀がしっかりしてて、ちゃんと日本語も話せるけど、けどあのちゃんと面白く乗りツッコミもできて面白く話せる人だったら、いやお前面白いなってなると思う。なぜならばいとこちゃんとかがもうみんな癖強いのね。そう、子供だけを最優先する親が多くなったの。あ、そうなんだ。うちの親はね、私の友達はみんな子供だと思ってる。うちの子だと思ってるから。私の学年の人と、まあ、成人式に行ったんですけど、成人式で、てか多分私の学年っていうか、まあ地域がおもろいだけなのかわかんないけど、あの父親と母親と仲いい人が結構いて、私もね、あの幼馴染の母親と何枚か写真撮りました。こうやってイエーイ、あミサ写真撮ろうばいって言って、あんた写真撮ろう、はい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 って言って、イエーイって。おもろ。弟がやんちゃならそっちもなんとかうまくいかないと。いや弟は優しいの。多分姉がいる弟って優しいじゃないですか。姉がいる男性だし、今までちょっとこき使われてるから、大抵のことに乗り越えるはずなの。そうだから優しいし、お姉ちゃん大好きだから、そうお姉ちゃん好きって感じだから大丈夫だと思う。だから弟とか妹のことを可愛がってくれるような人がいいかな。お父さん釣り好きですか。あ、釣り好きですね。オーマイゴーシュ、そんな感じ。自分も姉おるけど忍耐強くなりました。いやマジでなると思う。本当になるよね。北九州の成人式やべたらしい。いや北九の成人式ド派手ですね、いつも。姉からの無理難題に耐えて。そう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 、そういうこと。え、タニータくんに甘々ですよ。タニータくんに甘々です。お誕生ちょい、もう3年前ぐらいだけど、お誕生日にエイペックス欲しいって言ってたから、スイッチだと容量が足りないんですよ。だから容量スイッチのこう入れて
そのあれをカセットを入れれるように容量を買って信じました。そう、すっぴん幼くなるってマジで言われる。私も姉がいるけど、おしゃれな見た目に気をつけるようになって、早くなって感謝。いやー、私もね、私も弟にはおしゃれでいてほしい。そういうことから結構弟の服をね勝手に選んでました。はい。いや、これちょっとね、ちょっと似合わんけんこれにせえみたいな。で、買っていったら着るやろっていうね。買っていったら着るんですよ、男の子とかって。そう、だから買って置いといたら実際着てて、え、似合うやんみたいな。末っ子が男の子特に重くない？そうなんじゃないかな。てか、カサカサする。弟イケメンでしょ。わかんない、イケメン類なのかな、あれは。けど宇多田とか吉田に見せたら、イケメンと言うんだけど、ミッサーやんって爆笑してる二人いつも。ほんと似てないんだけどね、あんまり。めくるとチェック柄のダッサいジーパンとか早く卒業させるべきやね。ありますね、ちょっと中地がチェック柄のやつね。はい、聞いたら歌っぽい印象になってるね。本当ですか、嬉しい。あまあまですよ。この前、いや、私公演純米ライブ終わった瞬間にメイク落として、もう顔もめっちゃ洗って、もうさっぱりしたいわけよ、ここ。で、この前髪も全部濡らして、ちょっと前髪を複製させて回復させてみたいなっていうことをやってから他の行動に移るんだけど、それで、ね、この前今日の野球万博のフィナーレを今日オープニングアクトとして坊ちゃん劇場で出させていただいたんですけど、それのリハーサルを始まるからって言って、リハーサルルームに行ってたんですよ。そしたら、そのうんかゴリゴリのすっぴんって言ってたんで、これでこれでいつもおはようとか言ってるし、いやさよならとか言ってるけど、三好さんが赤ちゃんみたいな肌してんな、真面目な顔で言ってきてびっくりした。でも確かにちょっとかさついてますもんね。確かにって思った、自分でも。ここがカサカサしてんの分かるかな。ジョンマイラは竹の学生もう観覧しに、あ、たまにね、修学旅行とかで来ていただいたりとか、あと四国から来ましたみたいな方々も行って、嬉しゅうございます、ありがとうございます。はぁ、今日はこの前ほどは眠くない。この前はマジでやばかったね。そう、弟くまはそんな感じですね。歌舞伎さん、ティーカップありがとうございます。ティッシュ取ってとか、ティッシュ取ってとか言ったら嫌な顔しながら取ります。
とか言っていや面白いですよ、ほんと面白いね、あの子も。なんかちょっとさ、アニメ見てたりとかしたら、それいつ見終わる、ちょっと早く見終わってくれみたいな、ちょっとみ何々見たいっちゃけど、この前の金曜ロードショーの見たいっちゃけどみたいな、たらあと2話って言って、超低い声であと2話って言われる。じゃあ2話待ちますからつってね、面白いですよ。大分ツアーの時、川原様のご家族の席の後ろだったから言うのが申し訳なく。あら、そうなの？どうでしたか？似てましたか？そうだから弟とか妹にもウィーウィーっていうか、およっほーみたいな。でこう弟とか妹に対してこうちゃんとお兄ちゃんしてくれる人はいいかな。遊んでやってくれる子、弟とゲームとかもあるし、ゲームも一緒にやってもらったり、弟のこといじったり弟とふざけて踊ったりとかしてくれる人じゃないと無理だね、川原家には多分。末っ子に憧れますか？末っ子な、うーん、憧れはしない。別に長女でもさ、お兄ちゃんお姉ちゃんみたいな存在の人は結構いるなって思ったのよ。ゴリゴリの長女なんだけど私。踊り合ってもらうのかハードとかじゃふざけてくれる人かな。ふざけてこう、この前も弟くんあの文化祭でチグハグってわかりますか？スーパーフルーツさん、スーパーフルーツさんだっけ、チグハグって流行ってるじゃないですか。チグハグをね文化祭で踊ったらしくて、チグハグ踊れるよとか言ってって言って、私がチグハグ流したらゴリゴリに踊り出すみたいな、ね、動画がありまして、超もうおばあちゃん家でね、めちゃめちゃずっと踊ってましたけど、みんなに笑われながらでもそれが楽しそうに踊ってましたけど、仲良くできるってことね。理解、うん、仲良くできる、めっちゃ仲いいな。あーでも川原家は仲いいかもしれない、割とそう考えたら仲いいかもしれないっていうか仲いいですね。弟さんはダンスはしないんだけど、ダンスするのは好きっぽい、好きらしいよ。とかいとこちゃんが私よりも全部下だから、一番下はまだ2ちゃいとかじゃないかな。2ちゃいの男の子がいるんですよ、かわいい。シャボン玉できるよって言ってシャボン玉吹いてた、この前もうかわいすぎてかわいすぎてって思いますけど、あだから子供が好きだったりする人じゃないと私無理ですね、多分。自分が子供好きなのもあるけど、弟とは連絡しないですね、全然全く。2歳ぐらいじゃないかな、多分2歳だっけな、3歳ぐらい、もう何歳か全然覚えてないんだよね、しょごみ会ってなくて。この前あの成人式でこう
地元に帰った時におばあちゃん家にいたんだけど、シャボン玉できえよって言われて、シャボン玉してたけど全然できてなかったけど、ジョボジョボにこめっちゃつけてふわーとかやって、で少し出てましたけどね、上手でしたよ。でも可愛かったです。子供可愛いよね。私さ、赤ちゃんの動画ばっかりかいいねをする、いいねしたりするからなのか、インスタのやつで、インスタのリールで赤ちゃん動画ばっかり出てくるんだよね。ってぐらい本当に好きなのよ、赤ちゃんが。小さいお子ちゃんがね、好きなんですよ。それはかわいいでしょ。そうなの、子供の見てみては最高の癒し。いや、わかる。なんか早くこう自分、早く一人前、早くちゃんとした自分以外の生物を育てられる環境を作り上げたい。じゃないとね、子供ちゃんをしっかりこうきちんと育て上げれる自信がないけど、動物の映像ね、確かに赤ちゃんって可愛いよね、わかる。なんであんな癒されるんってぐらい癒される。うん、恐竜中声出してた。確かにね、いろんな劇場で解禁になってますよね。そうなんですよ、赤ちゃんだからね、子供ちゃん欲しいなとか思うけど、まず自分を育てられてない気がするから、もう一回って布団にぶっ飛ばすの永遠とされたことあります。あ、ありますね。年始の集まりで親戚の5歳ちゃんにポケモンカードでボコボコにされたわ。おもろ。カレンちゃんめっちゃ離れた妹がいる。え、私もうその妹のこと大好きだし、ミッサーって言ってくれるの可愛くない？サガーって言ったら、サガー最高ーって言ってくれるの、はあ、かわいい。学校行事で結構会ったり、それこそ最後に会ったのはもう卒業式かな、私高校の卒業式で会ったかもしれない。お花いいな、ね、まだ名前は公表してないよね。私名前言いそうになるから危ないんだけど、そうもうマジで可愛いんだよね今。多分だいぶ大きいんだよね。でもね、言うて2年前とかに会ってるから、まだね、そんな可愛い、あれ、いつ最近会った気がするんですよね。私いつ会ったんだっけな、なんかイベントの時かな、全然覚えてないわ。いやー、本当に可愛いの。吉田家次女可愛いの、本当に育てたいもん。だし、あの卒業式で一緒に写真撮ってもらった。すいません、一枚だけいいですかって言って、イエーイって写真撮って、それをカレンに送るっていうね。高校の職場体験で幼稚園行った時、囲まれてもみくちゃんされたのもいました。え、私も保育園行った、職場体験でもすごくね、いいことをたくさん学びました。保育園に行ったんだけど、こう小さい子はこう思ったよりこう大大人に見えるから、
こう圧迫した印象が持っちゃったね、怖くなっちゃったりするから、目線を合わせて話すようにしたらもっといいですよとか、なるほど。幼少期にたくさんの愛情を注がれたから、自分が子供を持つことを楽しみにできるんだろうね。ああ、そうかもしれないね。幼稚園保育園の先生にはね、本当は私なりたかったんです、保育園の先生とかに。保育園の先生か花屋さんかパティシエかファッションデザイナーになりたかった、幼稚園の頃は。11日順番よりミスター5期先生が見に来ました。ありがとうございます、お待ちしてます。実際お子さんと話してるとき、会社しゃがんでお話しする、そうだから私、子供と仲良くなるのも得意、女の子っぽいってこと。あ、選抜が、じゃあ私、幼稚園の将来の夢にアイドルって書いてる。幼稚園の将来の夢に担任の先生が、私みーちゃんって呼ばれてたんだけど、みーちゃんアイドルになるもん、みーちゃんアイドルになるっちゃろって言われてて、友達とノリでアイドルとか書いたわ。そう、ノリで友達とアイドルとか書いたけど、小学校とか小4ぐらいまでは割とファッションデザイナーになりたくて、ませた夢ですよねいやでも本当になりたくて、で服のデザイン、でもそれもパパが言ったんだけど、なら今から服のデザインとか考えときって言って、服の着てみたい服とかをちっちゃい頃からこうイラスト化してて、それをパパが全部読み取ってパソコンに入れてくれてるらしいんですけど、今そう、まだ将来なんかに役立つかもって言って、そうで、ファッションデザイナーだったんだけど、小4小5小6ぐらいまでファッションデザイナーって言ってたかな。でも小5小6ぐらいで、芸能というか、私 E ガールズさんが大好きだったんですよ。ダンスやってたから、ゴリゴリのダンスやってたから E ガールズさんが好きで、 E ガールズになりたいって思ってて、ずっと。そうだから確かね、タイムカプセルにも E ガールズになり、E ガールズみたいな存在になりますって書いた気がするな。横井さん、カップ、ティーカップありがとうございます。うちのおじいちゃんは一生言ってましたね、美咲はアイドルになるんやって、アイドルになるけって一生言ってたけど、それはおじいちゃんですね。そうで、でイーガールさんになりたいなと思って、で中学校の時の夢がマジで思い出せないんだけど、多分夢なんてなかったと思うんだよね。あったかな、わかんない。中学校何してたっけな中学校の夢はマジで覚えてなくて、いやでも結構芸能、モデルさんとか芸能系やりたいなと思ってたかも。そう、イガルズさんみたいな歌って踊れる表現者が好きだったからとか、演技とかもやってみたいなとか思ってたけど、その中3にこう8に入りましたね。そう感じ。
経歴的には。そんな感じかな。でもダンスには何かの縁がある気がする。私はそう、私だってあのね、本当は演技が習いたく小4の時に佐賀に来たんですけど、あのお遊戯をやってみたいって言ったんです。でもお遊戯って何をやればいいか分かんなくて、今で言ったらもう演技なんですけど、演技じゃなくて多分ね、パパが踊る方が好きなんだと思ってダンス教室に連れて行かれたの私で、そこで初めてダンスを習い始めるっていう。そう、なぜかね。演劇やミュージカルやることになったらどんな役で、どんな役でもやれるなら嬉しい。こんな感じ。そうで、一回ほんとあの一回スタジオがなくなったんですよ。一回スタジオがなくなったのにもかかわらず、そのスタジオのちょうど仲いい先生が教室開くってなって、別のところで、でそれでそこに誘ってもらって、そこのこう一期生じゃないですけども、できたすぐに入って、そっからずっとダンスやってましたね。まただから実質人生で一番長く続いてるのはダンスかもしれない。習い事とかで言えばかな。今でも応援してくれておりますけど、横田さんカップありがとうございます。そうなの。はあ、てかもう部屋がねあったかいからね、眠たいですよ。みんなも眠いでしょ。もう私メイクちゃんと取れてるかしら。乾燥してるわね。乾燥しているわ。あー乾燥してるわ。いや、運とか巡り合わせって本当大事ですよ。本当に。って思いますね。これ意外とね、みんな、宇多田さんとか吉田さんとかね、前驚いてましたけど、意外とね、ファンデーションってしつこいのよ。だから、私も最近さ3枚ぐらい使ってんの1回に。あ、まだ残ってるやん。こうあのお化粧をこう残しておくと肌に影響が悪いので、すべて拭き取ります。よし、うん、優しい泡で落ちないの。泡落ちないの意外と。あと泡が私目に入ったことがあって、それがもうめっちゃ嫌だから、シートでゴリッゴリに落とす。化粧水がないとティッシュですか。うんうん、チェンガーホームは後で使う。お風呂に入るときに一緒にこう、もうお風呂の直前にこう落として、お風呂で一緒に洗っちゃうね、いつも。けどジョン・マイ・ラブ終わってすぐのとき、すぐメイク落とすときは洗顔は使わないですね。結構これで結構最近の化粧落としがすごいんですよ。もうあのね、これ一個で洗顔代わりになったりするんです。このここ見えるかな、外出時メイク落としに、メイク直しに、メイク落としから化粧水までこれ1枚とかね、日焼け止めの拭き取りや朝の洗顔代わりにもっていう、この
ちょっと毎日こうね、やっぱり女性の皆さん毎日クレンジングとかするから、一つでも負担が減るようにって、結構ね最近化粧水のもう代わりになってるやつとかも結構ありますね。そうとか朝のパックというか、もう化粧拭き取り化粧水みたいな感じで使うのもあるし、そうだから逆に洗顔を使っちゃうともうなんかガサガサというか潤い成分まで取れちゃうから、だからお水で洗って表面の、私でもツルツルしてるの嫌なんですよ、嫌というかベタベタしてるのが嫌なの、だからここの周りの余分な化粧水だけを落として、で改めて化粧水をこう乳液とかをやりますね。そうでもマジで完全に遺伝ですね、だから本当あんまりできものができにくいんですよ。そうはあ55分ツルツルじゃない、なんかこうベタベタするのが嫌で、だからファンデーションとかも塗った後でもあのパウダーを塗ってサラサラにしてます。じゃないとここがなんか塗ってる感じがして、髪の毛とかもこうちょっとペタってなるのが嫌だから、そう超遺伝ありがたい。今ドスッピンです、今ドスッピン、今ドスッピンです。イネスフリーのパウダーのやつ肌触っちゃうと気持ちいいね。そう私もそれ使ってる、これ思った以上にあるでしょ、これ全部AKB の方ですか。そうです、 AKB48 チーム8チーム4兼任の川原美咲です。ミッサーって呼ばれてます、よろしくお願いします。はい、パウダーはね、私はサラサラにするために七不思議の一つですわ。58分、じゃあランキング読みますわ。13位いっちゃんさん、12位あめさん、11位フロットさん、10位オムライスさん、9位タラバガニさん、8位ヨンミさん、ミスターのは7位イーグルイーグルさん、6位エンチョさん、5位ペルちゃん会長さん、ミスターのは4位ケンちゃんさん、3位ジョークスノーさん、2位横尾さん、1位ひさしさんでした。ということでありがとうございました。明日は14時公演です。お時間がある方ぜひお越しください。それでは6058人ありがとうございました。バイバーイ、おやすみー。